きるドライブとシクロプロプレート車載音響をオーディオコメンタリー切り上げてます。真面目なのでレース世界よりも雑談多めです。ヒルクライムは最強タイマージャーニーのきっこい本シクロクロスは黄色い現場猫チャージです。それがわさびヌーメログです。はい、どうもわさびのと申します。今回は、東京ヒルクライムの奥多摩ステージに参加してきました。でこのレースは、東京都の、奥多摩町で行われる、ヒルクライムレースなんですが、距離が 12.5 キロくらいで、獲得標高が 570m で、勾配平均勾配が 4.5% という感じになってます。で、画面の方に一応勾配は載ってるんですけど、これが皆さんが慣れているパーセントではなく、土俵記となっているので、だいたいパーセントに直すと倍なので、だいたい半分の表記になっていると思ってみてください。はい、でですね、このレースは東京都の奥多摩周遊道路っていう、なんかバイカーに超有名な観光道路みたいなところがあるんですけど、そちらで開催されるため、そちらがオープンされる朝8時の前に全撤収を済ませなければいけないということで、朝6時スタートという大変ハードなスケジュールとなっていまして、今も左下に書いてある通り5時58分で、めちゃくちゃ早いですね。はい、皆さんの中の大半の方はまだ寝ていたんじゃないのかなっていう感じですね。はい、という感じになってます。で、今、第1集団ですね。このレース第3ウェーブまであって、多分今回は200名を超える方が参加されていたようだと思うんですけど、そこのスタート前で整列して、周りの方と雑談する感じですね。前の方のどうかな、ちょっとあまり登場人物を紹介できないけど、右側のカウグンマジャージ、ピンクのカウグンマジャージの右側が鍋くんといって、朝飯連ですね、反応の朝飯連で、最近よく一緒になっている人です。で、その1個左側の39番の方が岡田さんって言って、前回の奥多摩ステージでも競ったし、あと、富士昼の思想会とか、あとは、春昼の思想会とかよく一緒に、走ってる方ですね。はい、という感じです。岡田さんは前回1位差で負けてるので、ライバルですね。はい、という感じです。お、もうスタートですね。はい、スタートしまして、いつもと違うガーミンの操作をしてしまったので、間違ってラップを切るつもりが一回、止めてしまうっていうガーミンのねログを止めてしまったことがあって、今走りながら、ログを再開する操作をしています。なので、ログがちゃんと取れてなかったですね今回。はい、はい、なんですけど、6時に、グロスタイムでスタートするので、6時ぴったりからの、経過時間がそのまま自分のタイムになるので、秒数までは分かんないですけど、おおよそは左下の時刻で分かる感じです。あとは、序盤の平坦と下りが、続くので、下りとあとカーブが続くので、基本的にここは、みんな伸縮協定で、あまり危険なことはしないというか、速度を出さないっていうのが、大体決まってる感じなので、そんなにガーミンの操作ができるくらい、緩いですね。はい、ちょっと序盤はゆっくりいきます。ゆっくりと言いつつ、40キロとか出たりするんですけど、はい、という感じです。ヒルクライムレースなんで、あんまし
速度は出さないっていうことですね。はい、まあ、ここら辺でもまあちょっと軽くインターバルって感じで、まあ、一瞬300ワットいったりとかするんですけど、まあそれでもまあまあまあこの辺まあ心拍見れば分かるとまあ170以下なんで、まあ、この辺はまああんましきつい感じなんですね。で私のこの日の体重ではなく前日の朝の体重が一応私の中のコメンタリー動画の体重計測のレギュレーションだと思ってるので、前日の朝の体重を今公表するとぴったり50キロだったので、250ワットが出てると、5倍で240ワットで、200ワットで4倍です、ね、で300ワットで6倍っていう感じになってます。はい、まあ、でちょっと今600ワットが一緒に出てる気がしますが、まあ、そうですね、やっぱその下って上り返してちょっと寝るみたいなのが繰り返されています。はい、まあ、一応第一集団なんで、そうですね、まあ、グロスタイムスタートの第一集団の先頭は、まあ、本当にガチンコのその、まあ、富士ヒルでいうと選抜クラスとかそういう人たちが集まるところなんで、まあ、こういうレジステーターになって結構本当に本気で今位置取りが行われている感じです。まあ、やっぱ私はちょっとこういうところで、まあ、その選抜とかチャンピオンとかの初心者ではあるので、まあ、やっぱちょっと弱気になってしまって左側にかなり寄っている感じです。でも左側いると、まあ、そうですね、ちょっとこの後もあるんですけど、まあ、なかなか前には出づらいっていう感じですね。まあ、その代わりまあ安全ではあるんですね。はい、まあ、ちゃんとその自分がコーナリングできれば、まあ、そんなにその周りのそのコーナリングミスった人に巻き込まれたりとかしないので、まあ安全で万全です。まあ、です。あとあれですね。ここら辺が今なんか、あ、今すげえ眩しいですね。そう、なんかこの日はそうですね、なんか太陽眩しかったですね、この時間帯は。で、この奥多摩周遊道路がなんかかなりそのバイクの危険運転が有名なところで、この大会終わった後もかなり危険運転が、見られたんですけど、なんかその都合で、まあ、中央分離帯じゃないですけどセンターラインのところになんかポールが増えたみたいで、なんかそこはかなり、前回と違うので気をつけてくださいと言われました。はい、なんか昔なんかここはバイク通行禁止だったので、なんかそれを復活させたらいいんじゃないですかねっていう感じですね。ちょっともう、ここ割と地元なんですけど、もう自転車で1時間ちょっととかで練習行けちゃうところのはずなんですけど、やっぱちょっとねバイクが怖いので基本的にこう練習に行けないので、そうですね、もうなんかいっそ二輪通行止めつか、まあ、バイクですね、自動二輪通行止めにもう復活させてほしいですね、地元民としては。はい、もうなんか練習場所が1個潰されてる感じなんで、という感じで、まあ、まだ、まあ、パワーそこそこ出てますけど、ここはまだ、まあ、そんなに、あ、でもなんかいつの間にか結構ペースが上がってきてるけど、あ、でもまあそうです、まだ縦に伸びてますね。はい、伸びてるんだけど、そこのね看板が見えたら、青缶が見えたら信号があって、でこっから、上り坂が続くので、ここでアタックかかったりとか、まあ、勝負が始まるので、まあ、そのことは前回で理解していたので、今回は、まあ、うまい具合に右側を抜けて、まあ、左端行ったんですけど、うまい具合に右側抜けて、先頭集団に潜り込むことができましたという感じですね。でここからは、まあ、今パワー見てもらえば分かる通り、まあ、6倍だったりとか5倍だったりとかで踏み続ける、いよいよレースが始まった感じですね。はい、でかなりまあ辛いペースではあるんですけど、まあ、でもただまだここでは意外とその、まあ、富士ヒルのやっぱし選抜の序盤を知ってるので、1合目下までを知ってるので、あ、まだなんとかついていけるなっていう感じですね。その
まあ、今回のコースプロフィールを見れば分かる通り、まあ、大体30分で終わるはずのレースなので、まあ、私は今回35分近くかかっちゃってるんですけど、まあ、大体30分で終わるレースなので、まあ、これくらいのペースだったら、まあ、30分ワンチャン持つかなっていう感じなんですよね。はい、なので、おそらく前回と比べてもかなり最初の入りは、まあ、緩かったのかなって思いつつ走ってます。はい、で、先頭集団を見ると、今、前方の、16番の水色のジャージが、ちゃんかわい、ことちゃんかわですね。はい、かわい選手ですね。休憩まだ休憩、はい、なんか今冗談言って無視されるっていう、うん、コンビニ休憩しよう。この場にいる人たちかなりガチなんでこういうなんかシクロクロスみたいなあれは答えてくれないです。で、目の前の28番が多分ピンクの28番が多分なべくんなんですね。で、ちょっと今隠れちゃったんですけど、左端にいるのが今回の優勝候補の白ワンくんさんですね。はい、もう隠れちゃいましたね、左端に。で、左、中央左寄りの右ももにオーライってカタカナで書かれているのが、オーライ教の FOG さんですね。はい、で、ちょっと見える鍋くんに見え隠れしている、ご飯山盛りの絵が描かれた赤いジャージが、タタミスさんですね。はい、私当たった、で今ね、左側に、白ワンくんさんが今アタックかけてるのが見えるんですけど、それに FOG さんが反応して、で私も FOG さんをずっと見てたので、 FOG さんが、アタックかけたのを見て、私も反応して前に出るんですね。で、私はもうここでパワーを使い果たして、まあちょっと無理だよ、これで後ろの人たちも反応してるんじゃないかな、まあ、なんとかこれで第一集団が形成されて、で縦に伸びてくれたら私も生き残れるかなと。で今、出てきた、上がってきた、まあ、もう今隠れちゃったんですけど、エミューのジャージが、シクロクロスのコメンタリーにも登場したシモさんですね。もう隠れちゃったけど、はい、という感じで、まあ、第一集団が形成されました。で私は第一集団の一番後ろにつこうとしてるんですけど、もうやっぱさっきのアタックに反応したので、パワーを使い果たしてしまったので、まあ、徐々に下がっていくって感じですね。はい、でまあ今第二集団が、なんとか第二集団についていけないかなっていうところを探ります。まあ、第二集団やっぱし第一集団から漏れた人たちが作るので、まあ、ちょっと今チリジリになっちゃってるので、まあ、ここからまあなんとかこう集合して第二集団を形成していくのかなって感じですね。はい、で今、右側を、踏木さんですね。踏木さんっていう、東京ヒルクライムで結構お会いしていて、かつ富士ヒルの思想も一緒に行った方なんですけど、はい、タックミーと踏木さんと私で思想を1回行ってるんですけど、はい、という感じです。で今目の前にいるのがさよなきどりさんで、毎回東京ヒルクライムではアタックを序盤に仕掛けるっていう、今回はアタックかけてなかったんですけど、しばらくずっ と、集団の先頭引いてましたね。はい、という方です。富士ヒルでも、序盤アタックかけてましたね。はい、という感じです。まあ、今サヨナキドリさんからも追いかかれてますね。はい、でタックミーが今回、東京ヒルクライムの奥多摩のあの申し込みの事情をあまり把握してなくって、なんか最初にね、上級、中級、初級って入力するんですよ。その時に、上級って、まあ、私も一回やらかしてるんですけど、初参加の時に中級ってひよって入れちゃうと第2ウェーブ以降に割り振られちゃうんですよね。うん、でタックミーが中級って入れちゃったんで、まあ、多分ね、うん、もう上級って言っていいパワーあるんですけど、多分年数で、まあ、3年目とかだと思うんですけど、彼多分年数でひよって中級って入れちゃったので、タックミーは第2ウェーブに回されてしまって、まあ、この熱い戦いにはいないという感じですね。はい、今私はさよなきどりさんが まだ前に出てるので、なんとかさよなきどりさんの後ろで、まあ、ドラフティングが、まあ、ちょっと勾配が、まあ、今 4-5% あると思うんですけど、なのであんま効かないとは思うんですけど、まあ、一応後ろについて、まあ、目標物があると、まあ、それだけのパワーが増えるのでついていこうとしているのと、あとは、なるべく白線を踏んで路面抵抗を減らそうとしています。はい、今、まあ、なんとか、まあ、
5倍手前くらい出せてるんですけど、まあ、これが今精一杯なんで、はい、なんとかそれくらいつこうとしています。あ、そうです、今サウナ距離さんくっつきましたね、はい、そういう感じですね。でね、心拍が、最近ずっとインターバルの練習しかしてなかったので、心拍をなんか追い込むことがあんまなくって、だいたい170の真ん中くらいまで行ってから、まあ、インターバルだと、下がるので、下がってちょっと またそのインターバルで休憩してってやると、だいたい最終的に180までタッチするかなっていう感じで、だいたい170から180で練習することになるので、あんましその最近高心拍ってのやってなかったんですけど、なんかこの日は結構心拍ちゃんと上がってくれて、でなんかタックミーとちょっと当日思想があるんですよ、このステージは。なんか序盤のあの信号のとこまで危険なので、まあ、ちょっと走っといてくださいって言われるんですけど、そこで一緒に走ってて、でそれでなんかその時に210超えたんですよ。本番前にそこまで追い込んじゃいけないんですけど、210超えてて、あ、結構なんか心臓は今日は調子いいなって感じでしたね、はい、あ、で今あれですね、さよなきどりさんとかの、を先頭を落としつつ、第二集団がいよいよ形成されてますね。まあ、第一集団がいて、左行きます、それを追う人たちがチリチリいて、で今第二集団ですね。で今なぜかここで第二集団の中に入ったので、パワーが少なくても走れるので、今ペースをなぜか上げてしまったところなんですけど、多分ねこれちょっと今この映像ではわからないんですけど、多分前にいるのが岡拓さんなんですよね。なのでなんとかこう岡拓さんに追いつこうっていう気持ちで一時的にパワーを上げてしまっている状態なんですけど、これは全く無駄です、ね。はい、無駄だし、まあ、ここでやっぱし、まあ、1回そのアタックについていくってことをしているので、まあ、当然5倍で持つはずもなく、だんだんパワーが落ちてきて、まあ、せっかく、前に出たのに、後ろの人たちが、さらに前に出直すって感じになっちゃって、まあ、全く無駄でしたね今、うん、そうですね。で今回の、レースはもう本当に順位とかタイムとか全く気にせず、ちょっとね、今シーズン、まあ、最後ではないんですけど、最後ではないの、確かに最後ではないの、このあと、志賀高原がまたグロスタイムなんですよね。グロスではないのかな、あれ、まあ、グロスっぽいスタートするので、ほぼグロススタートなんですけど、その後が、赤城山で、その後が箱根なんですけど、赤城と箱根は来年の富士ヒルの選抜に何度かまたね、行くために実績作りで、あ、これが岡田さんか、違う違うよ、実績作りのために赤城と箱根は年代別で出るの で年代別の表彰台取らなくちゃっていう感じなので、まあ、こうやってこう、選抜レベルの人たちとバチバチやれるのが今回ぐらいだと思い込んでたんですけど、でも実は志賀高原もあるんですよね。だったので、今回は本当に、先頭の最初のアタックとかについていくっていうのを目標にやってました、まあ、あと、F おじさんも同じ考え方だったんですけど、 F おじさんの、国内最後のレースということで、まあ、ちょっと F おじさんがドイツに渡米するので、そうですね、F おじさんについていく、まあ、F おじさんの、まあ、勇姿をちょっとちゃんとなくちゃなっていう感じだったので、まあ、そこは意識してずっと、まあ、まあもちろ もちろんあの位置だと、シロワンくんさんも見えてたんで、まあ、シロワンくんさんも警戒しつつ、まあ、多分シロワンくんさんがアタックかけたらエホジさんも、アタック反応するので、まあ、それについていこうっていうのは決めてました、はい、で今あれですね、もうさよなきどりさんからも置いてくれるっていう、でもさよなきどりさんも第二集団からちぎれてるんですよね、これはね。なんでここからは勾配緩んだらエアロポジションでサウナ気取りさんに追いついて、で勾配上がったら置いてかれるっていうのを繰り返してますね、はい、そうなんですよね。多分ね、私よりもサウナ気取りさんの方が、サウナ気取りさんロードも走るので、多分私の方が軽量級だと思うんですけど、なんかね、そう、勾配が緩まると私が追いついてっていうのを繰り返してますね、はい。サウナキドリさん結構あれかなんか
上りが始めるとペース上げてとかっていうことをしてたのかもしれないですね。なんかフレームも多分そんな軽量とかじゃないのでだと思うんですよね、きっと、うん、まあそういうことをしばらく繰り返します。はい、あと、今回あの、カットインに、かわいいイラスト、偽最強ヒルクライマーの、イラストを、入れたんですけど、あれは、妖怪つけまつげことつげちゃんですね、我らがつげちゃん、つげ画伯が、イラストを描いてくれました。はい、超ありがたいですね。めちゃくちゃかわいいですよね、あれ。なんかつげちゃんの、X とかのアイコンがあるんですけど、なんかあれがなんかすごい可愛くって、うん、あれ誰が描いたのかなって思ったんですよ、ずっと。なんか仲間のイラストレーターさんとかいるのかなと思ったら、まさかの本人が描いてて、あ、なんか、みたいな。それでなんかタックミーの本当はイラストを描こうとしてたんですよ、つげちゃんが。イラストを描こうとしてて、で、なんかそれで、その時にそのつげちゃんの、アイコンは自分で描いてるってことが判明して、めっちゃそれいいじゃん、めっちゃ可愛いじゃんって、なんかその流れで依頼したら、まさかのタックミーより先に描いてくれたっていうというところですね。いや、本当めちゃくちゃありがたいです。はい、ちょっとね、一旦今回本当に奥多摩ステージで使いたかったので、なんか急ぎ目にあのカットのなんか素材作っちゃったんですけど、ちょっともう少ししっかりしたものを作って、今後使っていきます。ありがとうございます。はい、あと今回からちょっと BGM を、試験的に入れてるんですけど、この BGM がなんだっけ、スノだっけ、スモだっけ、 AI で作ってるんですよ。はい、種明かししちゃうと、あの先日上げた、Vlog、 初挑戦した Vlog でも使ってたんですけど、まあ、ちょっと歌詞がかなりくだらないので、まあ、もし聞き取れるんだったら、まあ頑張って聞き取ってください。はい、まあ、聞き取ったところで超くだらないんですけど、はい、なんか雰囲気だけはすごいいいのが作れるので、これ本当楽しいです、ね。10ドルで、月10ドルで月500曲まで作れるので、はい、かなりコスパいいなっていう感じですね。はい、1曲3円くらいだったかな、確か2セントですよね、1曲がね。はい、そういう感じですね。あれ、今さよなきどりさんが後ろにいるんだと思うんですだよね、まだ置いてかれないです。はい、こういう感じです。あとね、奥多摩の、あ、それの前にあれだな、 BGM 関連で言うと、今回、タタミスさんをですね、タタミスさんがまだ車持ってないので、奥多摩がちょっとね、場所がめちゃくちゃ悪いんですよ。まあ場所が悪いわけじゃないか、別に10時とかに開始されれば全然臨港税も来られるんですけど、ちょっとねあの、なんだろうな、奥多摩に、宿を取らないと臨港の人たちが参加できないっていうくらい奥にスタート地点があるので、タタミスさんをちょっと麓の駅で拾って、で今回車で一緒に来て、参加してるんですけど、その道すがらの車内で、ずっとこのなんか頭のおかしい BGM を実は流しててドッキリで流してて、でタタミスさんがちゃんと指摘してくれるかなと思ったんですけど、なんかそう、なんかね、うん、だから違和感は感じつつも、なんかそう、なんか指摘できなかった、うん、なんかやっぱね、雰囲気だけは出てんだなっていう感じ。なんかね、この後なんかね、わさび犬とかヒルクライムとかなんか入ってる、なんかあからさまに分かりやすい BGM があるんですけど、なんかその時にやっと気づいて、うん、なんかそう、これは指摘していいのかどうか分からなかったって言ってました。はい、ということがありました。それくらい結構 AI 作曲って今すごいんだなって感じですね。はい、で今さよなきどりさんが前に出てきましたね。で、このレースなんですけど、去年と一昨年は、総合の50位までと、男子の総合50位までと女子の総合10位までの人が、
賞金1万円もらえてたんですけど、今年からは、賞金が廃止されて、で、今年は、男女の、総合優勝者各1名が、サイパンの、レースに参加できる、航空券と旅費かな、うん、航空券宿泊、とか、 なんかそこら辺を出してもらえて、レースの参加費も払ってもらえるみたいな、そういうのがあって、確か12月の最初の、土日とか言ったかな、はい、っていうのが、今回の商品になっていて、まあ、あとは、じゃんけん大会で買った男女各1名ももらえるっていうことですね、はい、が、用意されていて、今回優勝した人は、強制的にサイパンオークになりますっていうことですね、はい、そうですね、まあ、なんかね、これをなんかね、結構みんなあんま考えずに走ってるんでちょっとね、後々優勝した人がどうしようっていうところがちょっとありましたね、はい、優勝しちゃったけどっていう感じじゃないんですけど、まあ、そうですね、そういえばサイパン行くんですかみたいなことになるんですけど、まあ、はい、それがちょっと面白かったですで、今、サウナキトリさんからもいよいよ落ち始めてるってことですね、はい、まあ、いよいよ4倍くらいしか出せなくなってきたぞってことですね、はい、これがだから最初のアタックであんななんか450ワットとか出さずに、まあ、6倍くらい300ワットくらいでちょっとそこは抑えて、多分そうですね、あのアタックに遅れて反応した人たちは多分そんな出してないと思うんで、まあ、6倍くらいに抑えて地場上げでついていったらもうちょっとその体力を温存できたので、その状態で、まあ、30分の熱だったら、まあ、アタック1回ついていって、まあ、さらにその後 ずっと5倍とかで、しのげれば、多分先頭集団、まあ、先頭集団、そうですね、今回なんか白ワンくんさんが途中から独走してたらしいんですけど、なんとか先頭集団には食らいつけたのかなっていう感じを、タタミスさんとの反省会で感じたので、そうですね、ちょっとそこら辺は今後意識したいですね、うん、多分 FTP 今後そんな伸びて年間 0.1 倍とかだと思うんで、まあ、5ワットとかしか伸びないと思うんで、ちょっとその限られた自分の才能の中で、まあ、どうやってこの化け物たちと戦うのかっていうことをちゃんと考えなくちゃいけなくって、まあ、今は本当にこう度胸試しというか、まあ、なんとかこう、うん、一旦なんかどういうことが行われているのかみたいなのをこう調査するためにちょっと無茶してるところはあるんですけど、まあ、そういう感じなんですけど、まあ、今後はやっぱちゃんとね、うん、真剣に勝負に取り組まなくちゃいけないと思うので、はい、ちょっとそこら辺のね、うん、アタックについていきつつも、まあ、その後5倍くらいでしのぐみたいなところをね、意識して取り組んでいこうかなと思います、ね、あ、まあそうですね、とりあえず次回がシガヒルで、シガヒルは、スタート地点がいきなり激坂になってて、いきなりなんか10倍とかで開始するので、まあ、早速そこで それが試されますね。それができなければもういきなり先頭集団から置いてかれるっていう、まあ、去年と同じことになるので、はい、ちょっとそこがね、はい、ちょっと次回試されるところですね。で、さっき、駐車場が左側にあったと思うんですけど、ここら辺から、勾配が緩まったりとか、まあ、あと、まあ、なんなら下りがあったりとかを、繰り返すアップダウンなので、まあ、実質的にはここまで、5倍とかで位置して、まあ、その後インターバルがかかるので、そうですね、まあ、まあ本当に総合の3位とか狙うんだったら、まあ、この後も頑張らなくちゃいけないんですけど、まあ、おそらくは私くらいの目標だったら、なんとかここまで、5倍維持して、まあ、その後、まあ、インターバルで少し休みつつ、走ればいいのかなって感じなので、本当ここら辺まで頑張ればって感じですね、まあ、今ちょっとなんか上りが続いてるような気がするんですけど、はい、この後も多分またすぐ駐車場が来て、あ、ここで
煮汁さんですね。煮汁さんに今うまい、うん、あの肩ポンして行ったんですけど、煮汁さんが多分パンクしちゃってなんか見えたので、肩ポンしてったんですけど、なんか意外となんか肩ポンの衝撃結構強くって、結構煮汁さん痛かったんじゃないのかなって感じなんですけど、ちょっとねシクロクロスの時のノリでポーンってやっちゃったんですけど、今見ると20キロくらい出てたんで、ちょっとこれはもうちょっとやり方を考えないと、なんか全然なんか、うん、リタイアしてる人に肩ポンすることじゃ全然いいと思うんですよ、うん、なんかそれって、うん、落ち込んでると思うんでいいと思うんですけど、ちょっとね勢いを考えようって感じだったんで、そうですね、なんかちょっとシクロのノリで やってしまいました、ごめんなさいって感じです。にじるさんは、去年のフジヒル、去年も一昨年も多分フジヒルの思想を、まあ、私と一緒でめちゃくちゃやる人だったんで、このストラバの、ローカルレジェンドを、競ってましたね。どっちがローカルレジェンド取るのかみたいなことを、去年か一昨年どっちか、そうですね、今年は2人とも競ってなかったんですけど、うん、だったんですけど、一昨年かな、多分なんかにじるさんとずっと勝負してましたという方です、はい、今回 A として参加してて、出走前もなんか A トスなんかちょっとなんか塗装が剥がれやすいのかなみたいな話したんで、なんかクリア吹いたんですかなみたいな話をしてました、はい、という感じです。残念ながらパンクということで、多分エイトス、あ、でね、そう、もう一台今エイトスが上がってきたんですけど、この方とゴールまで一緒になりますね。で、今の私の考えとしては、エイトスの人が上がってきたんで、もうこれをもう本当にこれがこの人が終電だと思って、うん、まあなんとか食らいついてやろうっていう感じですね、はい、私の予想では多分この人が30番くらいだなって思って今ついていこうとしてます、はい。でエイトスは、スペシャライズの、まあ、私もスペシャライズドの、ターマック SL7 に乗ってるんですけど、エイトスは SL7 が、発売された後に発売された、軽量フレームで、そうですね、軽量フレームなので、まあ、にじるさんもそうなんですけど、まあ、かなり軽量に振ったセッティングをしていると思っていて、なので、この先アップダウンが続くので、アップ区間で私はこの人にとにかく食らいついていけばよくって、で、平坦になったら必ず越せると思ってるので、今はその勾配がきつい区間では、まあ、とにかくこの人についていって、で、勾配緩まったら、ずっとこの人にまあやっぱりついていって、で、私の SL7 の方がエアなので、おそらく私は休めるんですよ、結構私は休めるんだけど、このエイトスの方は多分それほどエアロではないので、まあ、私よりは休めないと。でそこで私は足を溜めて、で最後の、上りが終わった後、確かちょっと勾配緩まってからのゴールだったと思うので、まあ、そこで一気に突き放すっていう気もして今走ってますね、はい、せっかくなので、まあ、ちょっとそういうね、なんかね作戦みたいのを決めて、まあ、ちょっと最後ねだいぶ後ろの方下がっちゃったけど、まあちょっと勉強しつつ得るものをなんとかねある状態で帰りたいなと思って、今ちょっと即席で作戦を組み立ててます、はい、多分にじるさんもだからタイヤが結構なんか薄いタイヤを組みつけてたんじゃないですかね、多分、うん、エイトスなんで、にじるさんもそれで、タイプパンク性が低くてパンクしてしまったのではないのかなって思ってます、はい、で今そうですね、勾配緩まってます。奥多摩は駐車場があるとカーブになって勾配が緩まる傾向があるので、今緩まってます。で今、パワー見れば分かった通り、3倍とかまで押してるんで私はここは楽をして足を溜めるっていう作戦で今で上り返してお互い足を使うっていうね、そうですね、はい、かなり今うまくいってるんじゃないのかなって、しめしめって感じで走ってますね、はい、まあ、心拍も183とかなんで、まあ、まあ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 、うん、まあ普通に辛いんですけど、まあなんとか耐えられるところまで回復してきてるなと思います、
はい、であと、1.5 キロとかですかね、はい、で、あ、そう、今流れてる曲がこれどっちだ、あ、これちょっと違うか、はい、これもあれですね、名曲ですね自分で作っといてあれなんですけど、これ多分運動習慣が大事って歌ってるのかな、うん、なんかさ運動習慣は大事、おーとか言われるとさ、すげえ笑っちゃうんだよねなんかさ、なんか AI がなんかさ、アドリブ入れていろいろ入れてくれるのがめちゃくちゃウケるんですよ、ね、あ、今下りに入ったかな、で、そう、150ワットとかで休みつつ後ろにつくみたいな、なんかね、この方確かなんかね、ギアチェンがなんかうまくいってなかったみたいで、なんか下り入るとギアが足りないみたいな話をしてましたね、最後、はい、これが多分あれかな、シクロクロスはいいぞとか、どういう歌詞を入れてるんだっていう、これなんかね、半分以上アドリブ入れてるんですよね、AI が。めっちゃウケるんですよ、なんかくだらない日本語の歌詞の後になんかめちゃくちゃアドリブで英語みたいな、英語かどうかもわかんないんですけど、 AI に英語っぽい歌詞を入れてくるっていう、めちゃくちゃなんかダサかっこいいなと思って、ちょっとわかる人は限られると思うんですけど、なんかサウスパークのなんかそういう適当な日本語の歌に通じるものがあるなと思って、今多分あれですね、ゴール近いのでそろそろ追い抜こうとしてるんですけど、ここでちょっと今上りなので多分今、まだ追い抜くの待ってて、そうですね、まあ、時速15キロなんで、でこの上りが終わったところで多分ちょっと緩まるので、そこで抜いてやろうと思ってるところなんですけど、それでそろそろだと思うんですけど、きっかけがあるんですよ、明確な、あ、そう、ここ多分ね、今ねケイデンスがいきなり左の方上がったと思うんですけど、ギアチェン失敗してその音が聞こえたので、ここで一気に突き放してます、6倍以上出して突き放してます、まあ、ちょうど勾配も緩まり始めたので、ここで突き放して、まあなるべくここでね、うん、あの、うん、シフトが元に戻るまでの間に、トラブルが終わるまでの間になんとか突き放そうとしてます。超高速なんですけど、ちょっと今後はこういうことをして、まあ、なるべく G を上げていこうかなと思ってるんで、はい、で、勾配が緩まってもうそこがゴールなんですけど、後ろ見たらだいぶ離れてたんで、ここら辺から足を緩めて、もう順位は確定かなと思って走ってます、はい、で、ゴール、はい、という感じで、私は確か35位だったかな、前回が28位とかだったんで、だいぶ順位もタイムも落としちゃってるんですけど、まあ、今回は、まあ、うん、あの最初のアタックに、ついていくっていう経験ができたので、まあ、OK かなと思ってます。タイムが多分34分間からですね。はい、お疲れ様でした。という感じでした。はい、気持ち的には、こういうチャレンジするのは、まあ、シガワでもやるのか、まあ、なんですけど、まあ、気持ちとしてはまあ最後かなって思ってます、ね、はい、でちょっと今あの最後一気に上げたので気持ち悪くなって、多分今足を止めたら、ぶっ倒れると思ってたんで、ちょっとあの止まれないゴールスペースが狭いんでちょっと迷惑ではあるんですけど、ちょっとまあゆっくり足を止めずに、回り続けてます、すごい今気持ち悪くなってて、多分止まると本当ぶっ倒れると思うんですよ。で、ちょっと2周くらいして、まあ、ちょっと落ち着いてきたので、まあ、心拍150割るとだいぶ落ち着くので、でちょうど今左側に、最後競ってたエイトスの方が来たので、いろいろ話をしてます、はい、最後ね、最強じゃないです、最強ヒルクライマーとマシガールってます、ね、はい、あ、そう、今回ね、あのね、偽最強ヒルクライマーでチーム登録したら、変速ミスなんかゼッケンにがっつり偽最強ヒルクライマーって書かれてました、ね、はい、まあ、彼は多分それに気づいてないんですけど、はい、
で今最後ギアチェン失敗したでしょうって話をしてます。であそこで仕掛けてやりましたって話をしてました。はい、このあと、トップの人たちのところに、行ってちょっと感想を聞きに行きます。はい、誰多分総合5位までの人たちがここに集まっているの で、 じゃあもうで今回は1位はシロワン君さんです。ミスターサイパン、サイパン行くのっていう話をしてます、ね、ご招待。サイパン行く権利が得られたけどちょっとでもノリクラと被っちゃったらどうしようみたいな。この時誰もサイパンの日程とか把握してないんでそう、ノリクラと被っちゃったらどうするのって聞いたらさすがにノリクラスってみたいな話をしていてちょっと受けてました。え、レースじゃないんですか。そう、あ、今そうそうそう、そもそもそれってレースなの、ファンライドなのみたいな話からこう誰も把握してないっていう、はい、表彰式じゃってあれですもん、サイパンの日程ってどうなってるんですかって聞くっていう、うん、場面がありましたから、ね、え、じゃあここが本当にポイントで設定、はい、あ、そうそう、ポイントが前回の、東京ヒルクライムの日の出ステージのスプリングでタタミスさんが1位でチャンカワが、2位だったので今2人のポイント差が1ポイントなんですけど、今回はシロマンくんさんが1位で2位がチャンカワで3位がナベ君で4位がシモさんで5位がタタミスさんだったので、そうですね、今回だけで言うと3ポイント差なのかな、タタミスさんとチャンカワが。で、で前回と合わせると2ポイント差になっちゃったのかな、2か3ポイントですね、差になっちゃったので今チャンカワが勝ってるので、そう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 、次回の、日野原ステージが、箱根と被るんですけど、なんかちゃんかは箱根出るつもりだったんだけど、でもちょっとでもそうなってくるといや全部カウントされる、うん、ポイントを取りに行くかみたいな話をちょっとしました、ね、はい、まあ今回は、まあ、そういう感じでした、私の順位は振るわなかったんですけど、まあ、ちょっと展開が見られてよかったなっていう感じです。はい、まあ、いろいろ今回試せてよかったですね、はい、動画の方もあと、レース展開的にも試せて私としては大満足のレースでした。はい、参加された皆さんお疲れ様でした、運営された方関係者の方ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくね。よければ他の動画も見ていてね。高評価とチャンネル登録よろしくね。よろしくね。